アイガラスのクッピーチャンネル、ハジブトガラスのクッピーとほこのシレンです。夕日に当たってクーちゃんすごいね、なんかね神々しいね。クー、はい、今日お昼にですね、本日札幌ガラス研究会のマキコさんからスペシャルゲストということでね、ちょっと予告をヒントとしてサムネイルにちらっとね映ってましたけども、なんとなんとですね、海を越えてこちらの、あーくーちゃんやめて、こちらのカラスのことなら何でもマガジンクロース、こちらのね雑誌の編集発行人で、カラス友の会の代表のね吉野佳子さんがなんと札幌にね、くーちゃんまだ終わってませんよ、マキコさんとのコラボなんてなんと贅沢なね、くーちゃんすごいね。はい、今朝ね撮れたての動画が届きましたので、そちらをどうぞ。ございます、札幌カラス研究会中村真紀子です。なんだかこうちょっとこうね季節外れではないんですけど、昨日から雷が鳴ったりとかしてすごい天気なんですけど、なんと今右端でカメラを構えてる素敵な女性、この方あのカラス友の会の吉野佳子さんです。どうも、なんかちょっと別なお仕事で札幌に来ていて明日帰っちゃうそうなんですけども、今日はちょっと朝、一緒にブト君を観察して、その後ちょっとお昼なんか食べようかなと思ってます。カーコさんちょっとこっち向いてください。はい、どうも皆さん、吉野カーコさんですよ。クッピちゃんにもよろしくって言ってください。はい、どうも、じゃあまた後から録画します。はい、はい、というわけで吉野カーコさんがね札幌でなんとマキコさんと一緒にねブト君観察をしてるというね、すごいよね、クーちゃん。すごいね、すごい。しかも、クッピーちゃんって言ってくれたね。すごいじゃん、クー。有名人じゃない、クーちゃん。先日ですね、吉野佳子さんは、ほんまでか TV にも出てらして、ね、クー。あれ、固まっちゃった？ちょっと緊張しちゃった、クー。ね。すごいね。YouTube の方も始められたようですので、そちらのリンクと、あと札幌カラス研究会のね中村真紀子さんの YouTube の方も、こちらの動画の動画説明欄の方にリンク貼ってありますので、そちらから見に行っていただけると嬉しいです。またね動画が届きましたら紹介したいと思います。カラスのクッピーチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまたねー。